さて、やってまいりました。コンバイン、コンビニ、わかんないんですけど、チームデスマッチ。今回は SVG にサーマルをつけてやっていこうかなと思って、さっきからちょっとずつ練習をしてるんですけど、なかなか当たらないですね。感度を7まで下げました。ちなみによく聞かれる感度いくつですかっていう質問には、もうコメントでは返さないので、ここで言っときますね。8です。僕はいつも8でやってます。感度は8。今はサーマル使うんで7にしてるんですけどね。おっと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 、まだいたのか。はい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 、なんか初発に2枚抜きできたから、ちょっとおっと思っていったけど、まあまあまあって感じだった。ああ、嘘。今ギリギリで立ち上がったつもりだったんだけどな。それにしても負けてる。結構キルしたつもりなんだけど負けてる。いやー、それ赤点出なかった。やっぱどんだけいいんだよ。腰ダメ、死ななかったな。いるのは知ってんだぞ。頭を出した時、それがお前の最後だ。出せ、頭を出せ。いる。待ってるよ。あ、ナイス。いや、弾切れ。もういないか、さすがに。さすがにね、さすがにもういない。ちょ待って、あぶな。ああ、いやー、もったいねえ。さすがに今のは、てかボロ負けだな。どうした、味方そんなに負けると要素あるか。ん、あ、そうだ、こっち何もないのか。あっちゃー、外した。いや、来てる。あざっす。何この迷彩、超かっこいいやん。あれー、やべえな、ここやばい。中を攻められる。いやー、マジか、反応遅れた今の。ここ真ん中行くの危険っすよ。アウトライダーキル。あー、難しいな。つかどん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 点差が離されていくんだが、できればもうそろそろこの SVG のサーマルについては終わらせたい。さっきからもう何本、やっべ、あれは行かない方が良さそう。何本も取り直してんだけど。はい、アザース。あー、やっぱあの橋の上の車のとこ強いな。ここは、あそこが結構ポイントになってくるんじゃないかなとは思うんだけど、それにしても強い。うっそー。真ん中を取ろうとするより真ん中を見るところ、なんて言うんだろうな、ここのマップは本当に。やべえ、 UAV か。上から来そうだから上行くけど、ここ押さえないと。あー、やっべ。あ、やっぱ当たんねえよな。点が消えたらさすがに SR は当たんないですね。そうか、でも今までちょっとあの FPS のあれあるじゃないですか、なんか、あ、これをつければ当たるようになるみたいな、テレビにつける商品化されてる赤いマークシートみたいなの。あれ、こんなのつけても意味なくねとかって思ってたんですけど、案外まあ
EMP された SR の感じとか見てると意味ありげですね。あれ、負けてもこれあげるか。うっそー、今いたの。あそこから左もう一人キルしてっていう流れもう完全にイメージできてたのに、多分ね、なんかフィードを最近あまりしてないから、そういう、あーいたのか、そっちにも。てかダクソ3が早く欲しいっていう、そう、それだけ最近はダクソ3が早くしてっていう、神ゲーシュがするんだよな。うん、足音は聞こえんかった今の。うん、壊し敵の UAV か、いるね。うわマジ悔しいっす。っていうか全然戦況が変わらんのやけど。ナイス。味方がさ、自立で3人固まって全く動いてないの、あれ何？ディンゴ、ディンゴ、ゴルゴンかもしれんけど今のディンゴでしょ、音的にちゃうのかな。ナイス。嘘、読んでやがった、読んでやがったよ。やるな。なんかチームデスマッチは結構最近亡者が多いんですよね。ナイス。でもだいぶ追いついてきたくない、後半になって。このままデスを抑えれれば結構いけるんじゃないかなと思うんだけど。うわー、今のはいかん、今のはいかん、すまん味方。攻めてくるっしょこれ敵。ここは慎重に。オッケー、いいよ、俺はまだ勝負諦めたつもりはないと言いつつ俺が死にそうだけど。あー負けちゃったか。まあでも慣れたらサーマル相当使いやすいと思うんですけどね。Get back to boot camp. というわけで今回は SVG にサーマルをつけてチームデスマッチやってきました。まあ勝てなかったんですけど、次の試合も多分同じ武器使って、勝った試合をアップしたいと思うんで、じゃあまた。